カリノのスリーポイントでした。コティクラーク外から狙っていきました、決めた。最初の得点はこの名古屋ダイヤモンドドルフィンズコティクラークです、まあ、コティクラークももちろんそうなんですけれども、途中から入ってきた須田も3本、はい、テーブスが来ました。テーブス合わせに行ったんですが、ここはレイパークスジュニアです。どちらも早い展開ですね。いいですね、はい、コティクラーク迷わずスリーポイント3つ目、止まりません。はい、ちょっと当たらないといけないですね。もらった後もシュートもパスも有効にチームのために動いてましたね。エタトーン飛び込んできました。まあ、滋賀は一つこのファールも、ね、課題にはなりますけれども、リーグでここもタグショット決める。まあ、カリノは動くように指示も出していました。川又から渡してテーブス、テーブスの2ポイントジャンパー、50対25です。斉藤パスフリー作ってからエサトーン決める。今日2つ目です。外からも狙います。斉藤自ら持っていってパス、中東からさあフリー作って、コティクラーク5本目が来ました。落ちません。さてレイパークスジュニア、パスエサトン、スピードのある伊藤、これが伊藤の真骨頂。やっぱり少しずれたところからをしっかりと抜け目なく狙っていけるっていうのが今の名古屋の、明日につながるそんなゲームを見せることができるかどうかです。コティクラークからモリスンドゥールの合わせ、リバウンド自ら取って、あ、得点も決めました。そうですね、コースを抑えられていって、どうしてもボールが止まってしまうという部分のところ、はい、気持ちよく中まで切り込んでいけないというところに少しこうストレスがあるんじゃないですかね、タグショットになります。これはよく決めました。コディ・クラーク、サトン比較的こうフリーを作ってシュートを打ててます、はい、動きがあってミートができてというシュートをしてるんですけどね、はい、今日ちょっとね確率がまだついてこないですね、はい、スキップパス、ボール回します。残り10秒ショットクロック、コントロール柏倉、柏倉のタグショット、2つ目のスリーポイントです。ここで試合終了のブザーです。98対55、第1クォーターの得点の爆発、今日はアウトサイドからのシュートがよく決まりました。